次々と話題作ヒット作を生み続ける梶原一騎。昭和48年に発表した梶原版ロミオとジュリエットと呼ばれる純愛もの愛と誠、日本に空手ブーム、格闘技ブームを生むきっかけとなった実録もの空手バカ一代、そしてタイガーマスクはこれまでの漫画の常識から大きく踏み出した一作。漫画からテレビアニメへというこれまでの流れにとどまらず、主人公を現実の世界に登場させたのである。抜擢されたのは新日本プロレスの佐山悟。タイガーマスクになれる条件は漫画と同じくコーナーポストの上にすっと立てることだったという。当時のことを初代タイガーマスクに聞いた。タイガーマスクの試合終わった後にどこかのプロダクションの方があのポストに乗れますかとかいろいろ言われた記憶がありますね。まあ、そういうのはまあ簡単だったんで当時はですね、突然現実の世界に現れた漫画のヒーローはたちまちプロレス界のヒーローに。その時梶原一騎はすごい喜んでくれたそうです、はい、僕にはすごく優しくてですね、あのもう目を細めてですね、いやータイガー来たかってこういう風な感じなんですよものすごい優しくてですね、なんか今、みんな怖い怖いって言ってるしちゃうんですけども、そういうイメージは僕には全くないですね。タイガーマスクは漫画プロレススーパースター列伝として現実世界の活躍が再び漫画に変えるという究極のメディアミックスを果たす。作画を担当した原田邦親、当時梶原はタイガーマスクと佐山悟についてどう考えていたのか。タイガーマスクを本物にしたのは佐山ですよ。だからね、タイガーマスクを昇華させた佐山悟っていう人をね、梶原先生はものすごい大評価、マスクかぶせたから人気出たんだみたいな感じになるんだけど、そうじゃないんだよ。佐山が俺のタイガーマスクを昇華させてくれたっていう、なんかもう感謝の気持ちみたいなね、本当子供みたいに喜んでるのがすごい分かりましたね。佐山悟は梶原作品からの教えがなければ本物のタイガーマスクにはなれなかったと語る。先生の作品というのは教えられましたよね。教えを受けたというのか、やっぱり根性とか、そう今では使わなくなったような言葉ですけども、アグレッシブに、こうあるべきだとか、こうでなければ強くならないよねっていうところを我々に染み込ませてくれてたなと思いますけどね。ああいう個人巨人の星を見てなくて、やはりなんか要領よくいければいいんだという、アイテムを取ってね、どんどん増やしていけばいいんだって、簡単に取れるんだと、ただちょっといいところさえ見せればいいんだっていう、もう漫画の世界でしたら僕はいなかったかもしれないですね。要領よくスターになれた、だから薄っぺらいタイガーマスクになってくれるんですよね、それはね。劇画原作者として次々に魅力的なキャラクターを生み出す梶原一騎。その発想の源は一体何だったのだろうか。魅力的なキャラクターを生み出す梶原の発想はどこから来るのか。すぐそばで梶原を支えてきた敦子夫人は数々のキャラクターたちについてこう言い切る。梶原の分身、全部分身ですよ。それ自分の中を本当に深く深く追求しないとそんなには描けないですね。人間は悪から来たのか善から来たのか、もういい格好したって命がかかれば相手殺しても自分は助かりたいだろうとかっていう、そういう究極をいつも自分の中に強いてたから、だから汚いとこも弱いとこも愛情豊かなところも全部自分の中を把握して、全作品全部、涙出てきちゃう梶原の描く登場人物は自分自身の中から絞り出したものだった。
実際に原稿を書いている時はどんな様子だったのか。黒部屋で素振りしたり、変なものを磨き出したり、変なことしだすんですよ。だから磨いてることが重要だったんじゃないのね。その動作をしながら頭がこう働いていったんだと思います。それからゲラを見て、で仕事部屋へ入って鉛筆を削る時にはもうすぐ描ける状態、ほとんど間違えて一気に描きましたね。登場人物は自らの分身。それだけにストーリー展開の中で悩むことも多かったという。仕事中に廊下に出てきて、困っちゃうんだよな、ヒューマは動かねえんだよなとかね、そういうことは独り言な感じで出て仕事中に出てきてはいましたけど、彼の中では出来上がってしまってんじゃない、人格はきっと。それをストーリーを面白くさせるためにこうちょっと、ね、違う風にねじ曲げようとするしても、ヒューマはしないだろうなとか、もうそういう自分の中で葛藤があったみたいで。書いた原稿への思いは人一倍強く、原稿の書き直しを頼まれた時でも、書き直してくださいって言って玄関のところで原稿を置いていくと、触るなよって言ったまんま次の編集者が来るまで一切手入れない。どうであれ最初に書いたものが一番いいんだって出来具合が、うん、って言ってました。だから俺は書き直さなかったって。何よりも作品作りを一番に考えたエピソードがある。あつこ勝ちだって夜中に、えって言ったら、向かいの台所のガラスが真っ赤だったの。皆さんはタンスやなんかも引き出しみんなこう運んでるわけ。どうしてうちだけ遅かったんだろうと。いや、なんか外カジカジって言ってたけど、仕事してたから終わるまでいいかと思って知らせなかったって言うんですよ。カジに会おうが、作品を待つ読者のため原稿を仕上げるという恐ろしいまでの思い。一方で家庭人としての梶原一騎はどうだったのだろうか。主人は30でまあね、一応なお、そしていっぱい主人公を産んで、仕事仕事でしょ。限られた時間内で人間が使える時間を仕事だったら子供に費やす時間はないですよ。さらに子供時代教務員に入れられていたことも大きかったという。親に遊んでもらったことがないから子供にどう接していくか、愛情はいっぱいだったんだけれど、接することができなかった。一回だけ当選簿したけど、で子供もどうしていいか分かんない怖いよバカが、なんか急に当選簿、当選簿したけどその後どうやっていいか分からないからすぐやめちゃった。それ一回だけ、かわいそうな親子関係でしたね。劇画王と言われた梶原一騎だが、家庭人としては失格だった。その後次第に生活は荒れ始める。敦子夫人との離婚、ヒット作の減少、そして暴力事件を起こし逮捕されてしまう。